マルガリータはテキーラをベースとするカクテルである。マルガリータはスペイン語の女性人名である。元々の語源はギリシャ語のマーガーイトから。このカクテルにマルガリータの名が付けられた由来には何種類かが挙げられている。上記にもある通り、1936年にメキシコのバーテンダーが考案したとの説もあり、その時は食塩でスノースタイルにしたカクテルであったという。 ジャンデュレッサーが1949年のカクテルのコンテストで発表した時のレシピは、を食塩でスノースタイルにしたシャンパングラスに入れていた。したがって、少なくとも1949年のレシピと現在の標準的レシピとでは違いがあることがわかる。フローズンマルガディータ色とりどりのマルガディータサイドカーのバリエーションと考えることと大切りのバリエーションと考えることがあり、 それによってレシピが変わる。サイドカーのバリエーションと考えるととなり、大切りのバリエーションと考えるととなる。なおこれは容量約9 0トルのカクテルグラスに作る場合の分量。カクテルグラスのサイズが小さい場合は比率を保ったまま減量する。このように単純に何のカクテルのバリエーションだと言えない側面がある。 ただウォッカベースのカクテルである神風もマルガリータ同様サイドカーのバリエーションと考えることと大霧りのバリエーションと考えることがあるので、マルガリータは神風のバリエーションとも言われることもある。ありがとうございます。